that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Just my kind of heat. Keep it on repeat. Justify the potion. Loving this devotion. Live it up, live it up, live it up, sweet emotion. どうも、コウスケです。旅です。旅です。行くんですか、あなた。行くんですか。行きます。最後の、久々に中学生最後の、小学生ね、小学生最後の旅になる、旅になると思いますね、はい。なんとですね、やっと3月に入りまして、スノーボードの旅に行けるということで、ございますということでね、ちかくんがついてきて、しょうさんと久々にね、男3人の男旅で今回は行ってみたいと思います。最後までぜひご視聴ください。よろしくお願いいたします。旅する勝間岳。はい、荷物はですね、こんな感じですね。やっぱりね、冬のスポーツあるので、ウェア類とかありますので、ボードとかも下に突っ込んであるんで、3人でね、こんな感じになっちゃうと。ちなみに2泊3日でね、今回は行っていきたいと思っております。ママちゃん、毎日行ってまいります。いらっしゃい、バイバイ。道行ってくんね。今回は2周ついてくれません。はい、残念です。なんでママ顔隠してるんですか。いつもすっぴんでも勇気を出して出し、ね、出てたのに。ちょっと今日は控えめにします。今日は控えめで、はい、分かりました。恥ずかしいんで。すごい、うちの奥さん可愛いんですよ。すごい、もう本当に、すごいんですよ。もう今日はね、ぜひ他の動画を見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。もう帰りたい。すごいんで、うちの奥さん帰りたい。旅する勝間岳。ではですね、前回動画でね、納車をしたということで、アメリカンがね、買いました。今回はですね、どちらのトレーラーで行くかと、行くぜいうことでございます。はい、正解はですね、ヨーロピアン、ホビーの方でございました。はい、なんでね、ホビーの方で行くかというと、やはりですね、タイヤがこちらスタッドレスなのに対して、こっち二軸スタッドレス履いておりませんし、多分こっちはね、もうずっとノーマルで行くかなと。ちょっと4本もね、スタッドレスを買い替えるほどお金に余裕がないっていうのはね、一番の理由でございます。とですね、やっぱり重たすぎちゃって、下り坂がね、やっぱり怖いなっていうのがあるので、やっぱり何度もね言ってる、こちらのホビーで行くのがね、ベストなんじゃないのかなというふうに思いました。そうだね、うん、ということでございます。はい、ということで連結が完了いたしました。もうアメリカンの、ね、連結から考えると、もう3分の1の作業量、4分の1の作業量ぐらい。アメリカンはね、めちゃくちゃ時間かかりますからね。15分ぐらいですか。うん、あっという間に連結することができました。ヨーロピアン、こういうのは最高ですね。旅する勝間岳。ではですね、恒例のクラフトビールを選んでいきたいと思います。まずはですね、こちら僕たちのビール、原里サンセットペールエールですね。これを持っていきたいと思います。ホビーちゃんもいます。概要欄からもぜひ買ってください。よろしくお願いします。全然あります、全然余ってます。まだあとは WCB さんのクリスピーボイ、これはチェコピルス、ホッピーなね、ピルスナーですね。めちゃくちゃ美味しいです。で、これが、フラッグシップみたいな感じですね。ヘイジーのブルーホップアルケミストの28番、もう28番ですね。こちらもめちゃめちゃ濃厚なやつね、楽しみです。全部ウエストコーストでいっちゃいますもん、大好きなんで、こちらがデザイナーズマスク、だいぶ前にね、どっかのブリュアリーさんとコラボをしたやつですね。これを飲んでいきたいと思います。はい、こちらがね、今仕込んでありますセッションヘイジー IPA でございます。早く飲めるようになりたいですね。こちらのヘイジーと、こっち側にですね、ペールエールが今入っているという、そういう状態でございます。なんか前もこんなの見たことあるんですけど。すみません、ありがとうございます。カメラマンは翔ちゃんでした。
行ってまいります。いらっしゃい、気をつけてください。ありがとうございます。はい、今2時間ぐらい走りまして、高坂サービスエールでございます。ちょっとでも眠たいのでコーヒーを買いたいなと思います。はい、行ってまいりました。コーヒー買いました。あと2時間ですね。頑張って走っていきたいと思います。みんな大丈夫ですか？子供たちは、ね、今ワンピースを見ながら時間を潰しながらね行っております。頑張れそう、よし。はい、ということで今走りまして3時間ぐらいだね、近く。はい、僕たちが今からね目指しているところ言ってなかったなと思って。はい、行くところはですね、新潟県です。はい、いつものとこだね。うん、健太郎さんのプリンヒュッテでございます。はい、あの僕の師匠でございます。はい、おまけ TV という YouTube チャンネルやっておりますので、ね、ぜひ登録していただけたら嬉しいと思います。概要欄で。明日からシャトーテルというねスキー場で、また滑りたいと思います。結構ねコメントでね、スノーボードの旅行かないんですかみたいな感じでねよく言われまして、行きますよと。はい、僕たちも行きたかったんですけど、ちょっとビール作りがねすごい大変で、全く行けなかったという感じでございます。はい、ということであと1時間ぐらい頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ただいまですね、もう暗くなりました。谷川岳パーキングでございます。ここでね一応ロックハブをロックしておきたいなと思います。もし、ね、向こう行ってね雪や、もうでも3月だからないと思うんですけどね、とりあえずロックしていきたいと思います。はい、真っ暗になってしまいました。時刻は6時でございます。やっと到着だね。塩沢石打ちで、アメリカンと違ってみなし一軸みたいな、みなし二軸とかってね言わなくていいんで、 ETC で出れるのもめちゃくちゃ楽ですね。まあ、ヨーロピアの二軸は同じことやるんでしょうけれども、さあいくらでしょうか。5,000〜6,000円台、7,510円、結構ですね。旅する勝間岳。はい、では到着いたしましたグリーンヒュッテさんでございます。リョクタンです。今ですね、セッティングいたしまして、かなりね急な場所だったんですけれども、見てください、これ明日見た方がいいかな。暗いからね。そう、もう結構上げてます後ろ、あっちやばいぐらい上がってます。無事にですねセッティング完了でございますので、景色もめちゃくちゃいいです。今日は満月、はい、最高ですね。ここで、じゃ行きましょう中に。はい、はい、ということでグリーンヒュッテさん到着いたしました。まだご主人のですね健太郎さんが10時ぐらいに帰ってくるというので、先にね始めさせていただきたいなと思います。じゃさっき買ったねデザイナーズマスク、こちらですねやっていきたいと思います。めっちゃいい、いただきます。馴染んでいきたいと思います。来ました、健太郎さんでございます。お邪魔してました。おま背高い、そっから背は伸びてないよ。おまけ TV の健太郎さんでございます。概要欄につけてあるんで、ぜひ。おまです、僕の先生です。旅するおまけです。急に寄せてくる。ちょっとあの失者したり、なんか今お仕事から帰ってきたばかりでね。そうね、お疲れ様でした。全然疲れてない。ちょっと楽しみましょう。お疲れ様でした。あ、すいません。ありがとうございます。ちょっとあの明日のスノーボードスケジュールはどういう感じなのかなという。まあいいね、明日天気がいいから。明日天気いいですね。天気がいいから、まあ2時間朝早く出て、とりあえず2時間あのバックカントリーっていうか、朝やっちゃうんです。朝しかダメ。朝しかダメなんだ。うん、朝がいい。ズルズルになっちゃうから。滑るならね。けど滑んないよ、ほとんど。はいはいはい、はい、ほとんど滑んない。散歩、ちょっと帰ってくるときにちょっとやると滑るぐらい。けどもう超ゆっくり。滑るなんかいつやってない。それいいっすね。おはようございます、コウスケです。朝今8時ですね。今日はですね健太郎さんとバックカントリーに行くということで、昨日ちょっとね飲みすぎてしまったんですけれども、
楽しんでいきたいと思います。後ろね、昨日ねちょっと紹介できなかったんで、どんな感じでセッティングしてあるか、キャンピングトレーラー見ていきましょう。目パンパンですこんな感じで止めてあるんですけども、前はカッツカツですね。これカッツカツがっつり下げて、で後ろがですね、そう、雪見てください、こんなまだあるんですよ。3月でもう後ろね絶景なんで、後でもっと絶景ポジション行きましょう。こっちこれこんな上げてます、えげつない上がってるから、これこんなところでレベルを取ってみました。楽しいですよね、こういうレベルを出すっていうのも。こんな感じです。はいですね、こちらがですねグリーンヒュッテさんでございます。あのね、輝団がねここにあるんですけど、テコ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 って思ってくね、ここの景色めっちゃやばいんで行きましょう。こちらでございます。どうですか皆様、やばくないですかグリーンヒュッテさんの景色、こんな感じです。ちなみにね RV パークはねやってないんでね、宿をやっておりますので、そちらに泊まっていただかないといけないという感じでございますが、もう本当にね下すごいスキラ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 光って、街が夜もいいんですけどね、朝最高っすね、いい景色でございます。旅する勝間岳。歩き出して10分、10分経ってないか、5分ですね、うん、今目の前にですねカモシカくんが1匹こっち見てます。結構近くまで行ってもね逃げないですかね。結構近くまで行っても動かないと思うよ。カモシカは好奇心が旺盛で、ああだから乱獲に合うんだけど逃げない。うん、あ、そういうことなんですね。え、コウシケちゃん、はい、こんなラッキーなことありませんよ。やばいっすねすごい。はい、今ですね今シーズン初めてのスノーボードなんですけれども、初めてにして、いきなり健太郎さんのね開拓しているバックカントリーツアーに連れてっていただいているというところでね、皆さん見てくださいこの景色、すごいんですから。これ見えますかね、これすごい景色ですよ。こんな感じで景色を眺めてるやつがもう一人いるんだよね。ね、もう一人あそこにいるんですよね。ちょっとね逃げちゃうかもしれないけど、あのカモシカ君に近づいていきたいなと、そんな風に思っております。ちょっと半分ぐらいまで来ましたので、ここで一回休憩したいなと思います。ちょっとねもうバッテリーがなくて、ちょっと撮っといた方がいいですね。やばいですね。ちょっと撮っていいですか。じゃあ今からですね、今シーズン初めての滑りがなんとバックカントリーということで、スリーラン、スリーラン、人生初めてのスリーランを一緒にやっちゃうということで行ってみたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。いや、すごい地形を滑るってすごいですね。もうコースと全然違う、楽しい。はい、ではまたねボードをリュックにつけてスノーシューを履いてまた歩きたいと思います。今の滑りはね横移動のためなんで、ね、だいぶ稼げましたから、歩く体力温存プラス楽しい、行きたいと思います。いいっすね、最高っすね。はい、健太郎さん来ましたね。ここに、そうですね、ここはまあ一番の見せ場。
いや違います。まだ違う。ただあの見せ場はたくさんある。はいはいはい。いろんな地形が見えるんですけど、ここはその地形の一つで、360度水平ラインにね、何もないというあの丘の上ですね。こっちが日本海。まあ上越ですね。あ、こっちは浅間山とかね。浅間山。で、あちら辺が海になりますね。海が向こうにあると。でこっち戻ってくると、スモ。あの今回降雪がすごかったっす、ね。はいはいはい。赤い山。赤い山があって。牧畑山があって。牧畑山。谷川山系があると。あ、こっち谷川山系ですか。こっちは苗場山ですね。こっち苗場行っちゃうと。そうです。すごいんだからこれ。実はイージーさんです。手前側が。手前の。はい、手前が舞妓で。はいはい。裏側が。岩原。岩原になりますね。そういうことなんだ。これ分かりやすいですね。こんな感じですよ。はい、ということで、トレッキング終了。今からですね、こちらを。クライムダウンしていきたいと思います。レッツゴー。はい、ということでですね、今、下ってまいりました。もう、ケンさんめちゃくちゃ良かったっす。最高です。もう、ハイキングも良かったし、スノーシューも初めてだったし。あ、そっか。はい、バックカントリーで初めてなのに、初めてなのにね、カモシカにも会えたりとか。でもこう自然を楽しむ、いいですね。でスノーボードがあの移動手段、そういう遊び、最高でございました。今からシャトーの方に帰りたいと思います。ありがとうございます。旅する勝間岳。翔さんがね、リフト一本行きたいということでね、ありがたい。楽しかった？うん、楽しかった。上手くなったということなのでね、楽しみにちょっと最後のリフトですね、一本行っていきたいと思います。レッツゴー。いいね。はい、ったね。上手になってるね。楽しかった。でもやりたい、やりましょう。よかった。翔さん、今日はどうでしたか？めちゃくちゃ楽しかった。楽しかった？うん。何回滑った？4回4回いたんですね。はい。じゃあまた明日もちょっと滑りましょう。はい。午前中だけかもしれないけど。はい。頑張りましょう。はい。ちか、お疲れっす。はい。ちょっと久々にね、旅しに来たのに全然映ってないから。どうでした？今日楽しかった。今日何回か行った。リョクタンと一緒に。リョクタンめちゃくちゃ上手くなってる。上手くなってる。やばいよね。うん。おまけ TV で見てほしいですね。はい。今日さっきぶっこけた、あの遊んでた上から歩いて。上から。いや、スノーボードじゃない。スノーボードじゃない話はやめてください。今日はお寿司とさっき言ってたんですけど、シャリから行くっていう。寿司屋オープンするんで。すごい、もう壮大な夢をいきなりこうぶちまけないでください。すごいです、シャリを作っていただいて。シカ君。はい。夕食の時間になってまいりました。はい。ちょっと気取ろうとしてるんですか。ちょっとやめてください。パパに一緒。いやいや、パパ髪の毛ねえから。一緒じゃねえから。あの、出来上がりました、はい、レイさんが作ってくれた人生で初めてレイさんが握った寿司。こちらでございます。これ人生で初めて握ったとは思えないクオリティでございますよ、ね、楽しんで食べていきたいと思います。レッツゴー。あー、すごいことしてくる。 なんか手揺らす。すごいことしてきます。危ない。いただきます。おいしそう。おいしそう。いただきたいと思います。すごい油がすごい。サーモンいただきます。うん、めちゃくちゃ美味しい。マジでやばい。うん、炙るのいい。炙るのいい。最高です。旅する勝間岳。おはようございます。3日目スノーボードの朝でございます。朝からですね、翔さん、はい、ちょっと残念なお知らせがございます。大切なものが、パパの大切なトレードマークがぶち壊れてしまいました。え、壊れ
皆さんこちらでございます。どうしちゃったのそれ。でってれー。なんで壊れちゃったの。多分ね、子供たちが踏んづけちゃった、まあ、パパがね、変なところに置いたのがいけないんだけど、こんな感じでもうぼっきりと、やば、もうコウスケじゃないっていう、これがつけてないと、もうこれがもう2分の1以上と言っていいでしょうね。コウスケだったんですけど、もうこれ壊れてしまったと。こっちトレードマーク、あ、こっちのトレードマークはね、絶対もう取れないんでもう取れちゃう、逆に取れた後なんで。はい、ということでこれからですね、今日はシャトーさんがですね12時からということなので、最終日あの12時まで待てねえぞということで、6日スキー場まで、行きたいなと思います。最後までぜひご視聴ください。はい、ということで到着いたしました。6日のリゾートでございます。初めてですね、チケットを買って今から滑りたいと思います。翔さんどうですか、楽しみ。何と元気ないの。楽しみです。はい、こちら BL じゃないかっていうぐらいずっと中に来てるBL ではない、リーカが好きだったじゃあ楽しく滑っていきたいと思います。はい、レッツゴー。ゴーグル落ちました。ちょっとあとパトロールさんに。そうだね。取りに行って、ね、取りに行ってもらいましょう。はい、ということでね、今回のスノーボード旅、今シーズンはもうこれが最後かな。そう、終わりですね。シーズン的にもこれで終わりで、うん、本当はね、うん、パウダーのね、すごいところで前回みたいなのをやりたかったんですけど、時期が、ね、時期なんでということで、今日はね、あの今回は春スキー、うん、春のゲレンデを楽しんだと。こっちに住んでる俺たちだってもう最後かもしれないぐらいの、うん、知らないぐらいの感じでございました。ショートシンクもね、高速コノハができるようになって、うん、来年はね、つま先の方のターンができるように頑張りましょう。あとマサチカ君うまかった。チカはやばかったね。びっくりするぐらいのスピードで行ってました。1回しか飛んなかったけど。1回しかやんない前にめっちゃうまい。本当に楽しかったです。ポポも楽しめました。それでは帰りたいと思います。旅する勝間岳。はい、今シャトーテル塩沢さんじゃなくて、グリーンヒューテさんですね。戻ってまいりました。今からご飯をいただきまして、キャンピングトレーラーをね、ランデブしていきたいの。思うんですけれども、かなりのねシャドウがあるんで、ちょっとね見ていただきたいなと思います。結構危険です。せーの、はいよ。はい、ではですね、今からこのキャンピングトレーラーを接続していきたいんですけれども、だいぶシャドウがすごいんですよね。グリーンヒューテさんから向かってこっちに下に流れていると。でもね、こっちはもうこれです。こんなことありますっていうぐらいの木の控えですね。これをちょっと解除しながら安全にですね接続していきたいと思います。こんな感じなんで、だいぶ右側がね、だいぶ右側がもう斜めっちゃってるんで、頑張っていきたいと思います。まずはですね、ムーバーを圧着してサイドブレーキ外すという感じしたいと思います。
はい、今ね前を外したんですけど、次怖いのこれ後ろを外すという、後ろ外すときどうなるっていう感じですね。この石前持ってってもらっていい？ちょっと後ろにいない方がいいかも。もしかしたらドッテンと一緒に来るかも。あ、大丈夫です。ふくさん、すいません。これありがとうございます。やばい、すごい。すごい高さ、これ。はい、ちょっとここでですね、ムーバーを使う時の、ポイントですね、2ポイントぐらいですね、行きたいかなと思います。1ポイント目はですね、ここの、ジャッキホイールのところはあまり出しすぎないようにという感じで、やってください。あんまり長いとね、ここに負荷がかかっちゃって良くないと。ただ今ね、これ結構高さが出ちゃってるんで、今これ出しすぎぐらいなんですけど、これしょうがないかなと。もうここがねパンパンなんで、もうこれ以上下に行けないんで、軸が。で、あとはね、やっぱりこういう地形のところにね止める可能性もありますので、2x4 だったりっていうのはね、結構多めに入れておくとですね、安心かなと思いました。今回ね、後ろは足りずにね、渡辺家にお借りしたんですけれども、さすがにね、あれはね、あそこまでは持たなくていいと思いますじゃあ連結していきたいと思います。今ちょっとウィーしましたね。やっぱり下に傾いてるんで、ちょっと危ないですね。はい、では連結が完了いたしました。結構なシャドウでしたね。良かったです、無事ついて。はい、ということで2泊3日グリーンヒュッテさん、スノーボードの旅終了でございます。ありがとうございます。早かった、ね、一瞬だったね。一瞬でした。いつ来たんですか？もうさっき。大丈夫、うん、さっきと思ったらもう終わりっていう、うん、またですね、ぜひ、うん、来年、今シーズンもう終わりなんで。そうだね、はい、来シーズンまたぜひね、来たいと思います。子供たちもめちゃくちゃ上手になってるんで、ね、うん、確かに。ありがとうございます。あと健太郎さんね、何度もちょっとね、うん、言っちゃうんですけども、うんうん、おまけ TV、うん、渡辺健太郎、めちゃくちゃ面白いんでね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。概要欄におまけ TV さん貼ってありますので、見てください。ありがとうございました。渡辺キッズレイさん、ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。またよろしく。どうした？私がグリーンヒュッテのあれなんです。何ですか中途半端にやめてよそれ今ありがとうございました。気をつけて帰ります。はい、ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではじゃあね、バイバーイ。乾杯。旅する勝又家のサブチャンネル、クラフトビール職人ビールアゲインブリューイングが始まりましたので、ぜひ概要欄からチャンネル登録よろしくお願いいたします。またキャンプ場ビーアゲインビレッジもやっておりますので、概要欄からぜひ見てください。それではじゃあね、バイバーイ。ありがとうございました。